エンハイプンのファン、新曲のダンス修正を求めトラックでも。新曲バイトミーでの女性ダンサーと対応寄せ合う振り付けに不満の声。俳優イワイン、麻薬類管理法違反容疑に対する拘束令状実質審査を終え、結局、留置場へ。俳優シムヒョンタク、18歳年下の日本人婚約者サヤさんとのユニークなセルフウェディングフォトを公開。NCT として活動していたソンちゃん&翔太郎、グループを離れ新人ボーイズグループのメンバーとしてデビューへ。俳優イワイン、手錠が韓国で話題。先ほどの拘束令状審査が行われた。麻薬使用の証拠隠蔽の可能性があると判断され、手錠がかけられた。これから拘置所に移動。韓国では手錠の姿が公に見られることは人権侵害の恐れがあると言われている。したがって、手錠の上に布製の手錠隠しが使われている。スンバン。約1ヶ月ぶりにインスタグラムを更新。ムンビンさんが亡くなってから1ヶ月が過ぎ、寂しい気持ちを写真で表したとみられる。SM エンタ、2023年下半期の予定を発表。NCT の新グループローンチ。NCT ソンちゃん&翔太郎。SM ルキーズ、ウンソク&スンハンらで構成されるボーイズグループローンチ。多人数のガールズグループローンチ。